ウルスラ・ブッケルはドイツのソプラノ歌手、チューリンゲン州ラウシャの生まれ。幼い頃から音楽の才能を示し、記事の教会の聖歌隊に所属しつつ、オルガニストとしての研鑽を積んだ。1947年にブラウン・シュバイクの教会音楽学校に進学するも、翌年にはコンスタンツに一家で移住し、フライブルクでハンス・レフリンに声楽を学んだ。また、 ヒルベルサムでリア・ギンスターの訓当も受けた。スイスのクロイツ・リンゲンでヨハン・ゼバスティアン・バッハのヨハネ受難曲にリハーサル抜きで出演して脚光を浴び、1954年からソプラの歌手として活動を始めた。以後、バッハの声楽曲の専門家として、シャフ・ハウゼン、アンス・バッハ、マインツ、ミュンヘン等のドイツ各地の音楽祭に参加し、オックスフォードでも歌った。 カール・リヒターの率いるミュンヘンバッハ管弦楽団及び合唱団の演奏会や録音にも参加し、ヘルムート・ビン・シャーマンの率いるドイツ・バッハズ・オリステントも客演した。1970年には、ボルフガング・アマデウス・モーツァルトのドン・ジョバンニでドんなアンラ役を歌ったが、以後オペラを歌わなかった。1971年からジュネーブ音楽院で教鞭を取った。ジュネーブにて没。 1954年に、祈願技講師のベルナー・ブッケルと結婚した、旧姓ワミュラー。ありがとうございます。